サニーコート市川の、マンションの物件をご紹介したいと思います。こちらが玄関になります。こちらが靴箱で、とても綺麗です。で、玄関入りまして右側をまっすぐ行ったところにリビングルームがあります。リビングルームの広さは 7.5 畳となっております。で、リビングルームのすぐ隣に洋室が 5.9 畳の大きさとなっております。で、こちらが収納できるスペースとなっております。で、リビングの隣にキッチンがあります。こちらが 3.3 畳の大きさとなっております。オープンキッチンとなっておりまして、こちらのキッチンは新しく交換したばかりなのでとても綺麗ですね。はい。で、キッチンの反対側に、バスルームと洗面所があります。こちらがも新しく交換したばかりなので、新品です。とても綺麗です。こちらがバスルームになります。広さは、平均的な広さですね。で、玄関の、正面に入ったところに、6.2 畳のお部屋があります。で、こちらももちろん収納するスペースがあります。で、そのすぐ隣に 4.9 畳の洋室がございます。こちらも収納するスペースはちゃんと完備しております。で、リビングのところに一番大きいバルコニーがあるんだけど、その目の前が小学校となっておりまして、子どもの声がよく聞こえてきます。リノベーションしたいお家なので、とても新品の新築のような、きれいな物件となっております。以上で、物件紹介を終わりにしたいと思います。